粘末製剤、モキシペレット、製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに、今日頼むと翌日置く、カタログ通販リフォーム資材、ファーストリフォームの奥島商店です。昨日、大リーグですね、大谷翔平選手がコミッショナー特別賞という、日本人ではイチローさん以来の賞を受賞したということで報道がされていました。まあ、これだけですね、本年度リアルに二刀流で1年間フル出場、しかも世界最高峰の大リーグで活躍したということですから、まあ、当然のことだと思います。まあ、タイトル的にはホームランだったりとか、ベーブ・ルース以来の103年ぶりでしょうか、10勝10本塁打は達成できなかったわけですけども、まあ、ただ大谷選手の力量をもってすれば近いうちに達成できてしまうんではないかなと思います。まあ、これはチームのやっぱり戦力がですね、脆弱なために本当に不運だったと思いますので、やっぱり勝てるチームであれば、まあ、容易にですね、その偉業を達成できるんではないかなというふうに思います。いずれにしても日本人の活躍は勇気をいただけますし、嬉しい限りです。粘末製材、モキシペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに、今日頼むと翌日届く、カタログ通販リフォーム資材、ファーストリフォームに関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。